札幌で今日、子どもたちが憧れの仕事を体験するイベントが開かれました。札幌市南区で職業体験のイベントに参加したのは、札幌市内の小学生44人です。盲導犬訓練士のコーナーでは、目の不自由な人の歩きを体験したり、盲導犬を連れて歩いたりして、盲導犬訓練士の仕事を学びました。また、左官職人の体験ブースでは、プロの技術を使ってピカピカの土団子を作りました。塗るの作業とか楽しい？楽しいです。この職業体験のイベントは夏休み中にあと3回開催されます。